夜勤終わりの心と体を温めるミニトマトのコンソメスープ。オリーブオイルでスライスしたニンニクを炒めていく。焦がさないようにニンニクを炒めて香ばしい香りを引き出しましょう。ミニトマトの水分と酸味を飛ばして旨味を引き出すイメージ。水を加えて沸騰させていく。コンソメスープの素を加えていきましょう。この顆粒タイプのコンソメスープの素、いろんな料理に使えて便利なので、ぜひ使ってみてください。塩コショウをして味を整えていきます。水溶き片栗粉を加えてとろみをつけていく。片栗粉にも火を通したいので、しっかりと沸騰させてあげましょう。溶き卵を細い線になるように加えてあげて、沸騰させて卵に火が入ったら完成。ミニトマトの旨味が効いたふんわり卵のスープでとっても美味しかった。うどんにかけて食べても美味しいよ。